皆さんこんにちは、太郎です。本日は11月15日水曜日です。はい、ということでね、ここはそう、あまり苗で誤りになります。はい、あまり苗を植えた箇所ですね。まあ約1ヶ月ほどね、家にやってきて1ヶ月ほど放置、まあ水やりのみですね。定食から1ヶ月して余った苗を定食した苗ですが、ようやくね、この辺りまで成長しました。で、ほとんど摘心はしてるんですけれども、本日はですね、まあ、この余り苗のカチャカチャ作業、それとこの余り苗ってね、スペースがほらもうほんとないんです、まあ、なので摘心栽培ってほらこのようにね、スペースを使うんですよね。こう枝をね、あちゃこちゃ出して放射状に出してから、その節ごとに実をならせるんで、ただそれができませんので、もうここに関してはね、つるおろし栽培、それをする予定です。なのでつるの仕立てですね、それも並行して行おうと思います。どうしよっかな、もう2本出しでいこうと思うんですよね。2本出しなので、はい、あんまり下の方のは出さずに、1、2、この2本でいこうかな。あとはもう1節2節でも摘心してブラーンと放置しておこうかなと思います。おっと、下の脇芽取りも何もしてなかったんですよね。まあ、ちょっと今日はそれはいいや。このようにね、下っ端取りとかね、しないといけないんですけどね、本当はね、何もしておりませんでしたが、よいしょ。今日はですね、まあ、とりあえず枝の仕立てとつるの剪定、それを行っていきます。ということで、これも、あ、もうこれとか、うん、これとこれでいいな。よしよし、もういいや、はい、これとこれね、はい、で、はい、このように芽は書いておきましょう。3、4、5、6、うん、7、8ですね。あ、これ連続しない方がいいんだったかな、なんかありましたよね。やっぱり、6、7、8、9、10の、まあ、どれかをね、2本ずつ出そうかなと思います。あ、連続しない方がいいんだったかな。だとしたらこれ伸びてるから育てて、まあ、いっか、この上を育てよう。よし、これをね、育てていきます。ぶら下がっててもらいましょう。うん、これとこれね、あ、いいじゃん、あるじゃん、あるじゃん、よしよしよしと。これもここで摘心、よいしょ。あら、芯が取られてる。もうちょっと説明不足だったかな、私が。よし、よしよしよし、しっかりね、説明しとかないとね、やりたいことを共有しとかないと思わぬ結果になっちゃうことがあるので、そうですね。よし、ほんと成長の差は程度が全然やっぱり違いますね。あっちゃー、針が詰まっちゃった。あ、取れた、よかった。よいしょっと、お、まだもうちょい出てきしん。よし、一度ね、あの、なってたね、ちょっと不細工な実もね、一度全部取り除きました。もうね、まあ、まともに成長しないだろうなと思って、まあ、こんな感じでね、はい。これどうかな、育つかな。あ、もう一回ね、クリーンにしたんですよね。
よいしょ。あー、この子はちょっともう厳しいかな。芽は出てきてますがという感じですね。これなぜかここまで伸ばしたんだ。よいしょ。あら、結構伸びてきたなと思ったけど、まだ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 だったな、意外と。ああ、下の方で伸びてるね。よし、おー、伸びてる伸びてる。おー、伸びてる伸びてる。いや、いいや、ここでやってみよう。さっきも一個あったしな。うん、いいっすね。ねえ、こう今見てみると最初からやってればよかったなと後悔がね若干ありますけれども、最初からやってるというのは、ここねちょっとホロがちっちゃいので2ベッドしかないんですよね。なので私のハウスって29ベッドしかないんですけれども、なのでもともとね2ベッドしか作ってないんですが、よいしょ、せっかくね水は通せるので、やってればもしかしたらね、もしかしたらじゃないな、普通にできたんだろうなと今見ると思いますね。よし、次はツルの剪定でもしようかな。おっと、冠水チューブが、よいしょ、こうしやってね冠水チューブ下にしとかない、あら、埋めとかないと。よいしょ、通路が水浸しになっちゃうんですよね。よいしょっと、よいしょ、やっぱ冠水チューブをしてから一気に育ちましたね。ああ、やっぱりキュウリってかなり水食うので、水なしじゃちょっと難しいですね。うん、まあ、そのうちねここ足元が草だらけになると思います。除草剤ももちろん使えませんので、これはもう、はい、お付き合いかなということで、クリップを取ってまいります。はい、ということでクリップたくさん取ってまいりましたが、ちょっとハサミも取ってきたので下っ端取りも一緒にしようかな。1、2、3、4、ゴッと、ここまで取るか。よし、で子づるはこれはなしと、はい、これも1、2、3、4、5、ここまでいっか。下の方はすっきりさせとこう。うん、1、2、3、4、5、結局表面積、葉っぱの表面積がどれだけあるかみたいなので、まあ下の方の葉っぱってねちっちゃいのでいいかな。うん、1、よいしょ、分かりやすいですしね。よし、よし、つるももう上の方仕立てましょう。よいしょっと、まあ、ただちょっとね細いのでね、本当にねほらね細いでしょこの辺の根っことすると、そこだけがちょっと不安ですけれども、よしで、これもどうしようかな、どうしようかな、こうでいいか。あ、もう触るなよという目印でね、この子
このツルは触るなよという目印としてこうしときましょうかね。よしと、はい、これは触るなよと、誰も触るなよと、でこれも誰もさ、もう止めれる場所がないな、もういいや、こうしとこう。そうですね、それでいいや。重いか、ちょっと重いか、難しいな、こうか。そしたらよし、これでいいか。軽く巻きづるでも挟んどこう。よし、触らないでしょ、これで。一応これで明日の朝触らないでねと改めて家族に説明すればいいですね。よいしょで、このツルを伸ばしますよと。よいしょ。成長点はね、他のと同じような感じなんですけどね。あ、これもプチッと。よし。コズルも一節、まあいいや、二節出てるけど。よし。はい、これも。1、2、3、4。あー、どうしようかな、これ。持ち上げる。ここの芯が取られてるな。よいしょ。どうしようかな。悩ましいですね。ここに一個、子づるは、これは取られてる。しょうがないか。これはこの二つでいこう。低い気がするけど、まあ一回一本ぐらい。よし、よいしょ。1、2、3、4、5、6、7と。よし、よしよしよし、よっしゃ、綺麗。これは子づる出てない。もうこれは取られてるな。よし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 、よしよしと。誰だ本当、子づるの成長点を取る人は。よいしょ。1、2、3、4。よいしょ。ちょっと。よし。これもない。ちょんちょんちょん。このね、水分がよく来てる来てないの差もあるんでしょうね。よいしょ。よし。よいしょ、よいしょ、よいしょ。よっしゃ。補正。やっぱ苗反作ってこういうことかな。
多分ね、これはね、JA で購入した優秀な苗なのでね。まあでもすごいですよね。1ヶ月経っても、まあまあまあ、まともには使えないかもしれないですけどね。まあその答えは今年わかりますけれども。よし、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 よしと。よし、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 よし。これもいいや、なんか変なの。最近やっぱり体がね、ちょっと疲れてきましたね。やっぱ毎日のキュウリがちょっと応えてるのかな。なんかね、朝ね、起きれない。よいしょ。起きれなくてね、今朝も起きれなくてね、ちょっとショックでした。本当、起きれなくてね、目が覚めないんですよ、朝。昨日久々休館したんですけどね。もうね、ちょっと飲みませんでした、昨日は。あ、もう早く寝ようと思って。市場に行くのも眠くて眠くて。帰ってきたらすぐ9時頃ですしね。なんかなぁと思って。ちょっと、ね、もちろんお昼、今日はね、今日、走る日じゃないので今日は走らないんですけれども、やっぱそういったね、昨日ウィンドミルの日だったのでウィンドミル日もしたが、そういった疲れもあるのかな。仕事疲れなのか、運動疲れなのか。でもね、運動ってあんまり私正直疲れないと思ってるんですよね。多分疲れたらストレスが伴うか伴わないかでしょう、きっと。だってナイターの野球の時って、あの普通に予防の後とか、あの農薬散布の後とかね、とか、一日中草刈りした後とか言ってましたけど、全然ね、楽しくできてましたので、多分気分次第なんですよ。今もね、多分今から野球するぞとかね、ゴルフするぞとか言えばね、元気になるんですけど、そうなんでしょうね。ちょっと、なので、まあ、このね、仕事がめんどくさいと今体が思ってるんでしょうね。そう思いました。まあまあまあ、そんなこと言っても給料は待ってくれませんのでね、続けますがね。えすごいですよね、まあ、気分だけでね、こんなにね、人間ってやっぱ脳内のホルモンね、ホルモンに支配されてますね、脳に。だから無理やり楽しいと思えばね、楽しくなるんでしょうね。だからもう本当、あの農業が趣味みたいな方がいるじゃないですか、まあ、特にね、私の祖父母世代とかね、逆にタフなんですよね、そういう人たちはね。この仕事でのストレスっていうのはあんまりないんでしょうね。もう趣味なんだろうなって見てて思うこともよくありますが、私はね、全然趣味ではありませんのでね、もう別に逆の違う趣味を持って楽しくやってるという感じですが。よいしょ。好きですけどね、このね、農業という仕事は。あー、これ、これどうしようかな。この下の古い葉っぱだけ落とすか。今ね、でも若い葉っぱが頑張ってるんで、ちょっと若い葉っぱと世代交代しよう。あー。よしよし、ちょっと古い葉っぱ落としました。世代交代、頑張れ。ちょっとあれだけ話が別ですね。多分これ摘心を失敗してます。あ、カチャカチャ失敗して摘心しちゃったんでしょうね、下の方で。よし。ああ、よかった。でも、これ、いつかしなきゃなと思ってたんですけれどもね、最近はもう、ね、昨日お送りしましたが、鶴をあげることばっかりしてて、全然ね、ちょっと、ほら、まあ、おそらくですけど、まともに、ね、
まともにならないので、要はね、まあ、遊びなんですよね、ここは。なのでこの遊びに時間を割くのもね、嫌だなと思ってたんですけれども、やっぱりほったらかすのも嫌だなと思ってね、せっかく水も敷いたし、作戦はあったんですよ、そのね、つるおろしをしようという。ただ、うん、子づるが生えないなと思ってたんですけれども、どんどんね、子づるが育ってきたので、やっぱり頑張らないとなと思ったところであります。ところどころあったかと思うんですがね、こうやってね、太くなってるところはね、なってきております。やっぱかぼちゃが強いのかな、この台木部分。台木部分がね、このようにね、太いでしょ。あ、やっぱかぼちゃ、台木強いですね。黒竜、黒竜というね、品種の台木を使用しています。1、2、3、4、本ずるを切らないようにね、よいしょね。こういうの見ると樹勢欲しくなりますよね。最近までね、樹勢が強い強いってね、うだ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 言っておりましたが、樹勢の弱いがの究極系がこんな感じです。はい、すごいっすよね、こんな細い茎からね、まともに栄養やりだしたら、やっぱり成長点はこうやってね、元気になりますからね。ここ辺の太さは、そこ辺のね、つるの太さと先端部分については変わりません。うん、すごいなと思いますね。よいしょ。あ、またグレーゾーンなところから大きいつるが生えてんな。どうしよっかな。ちょっとここの高さのつるは伸ばすつもりなかったけど、こいつはもうちょっと伸ばそう。よいしょっと。じゃないと成長点全取りになっちゃいますので。あー、こいつもですね。成長点全取りはまずいので。あ、違う違う違う、よし、はい、この子づる下の方2本を持ち上げようかな。こっちの子づるは弱いな、ね、もう芯が全然ね、ほら、これとこれ、これ強い弱い、何なんでしょうね、同じ木でもつるごとにね、子づるごとに強さのね、強弱があるんですよね。だから鳴らせる節でも違うんでしょうね。あった、またグレーゾーン、ほら、いいや、育てよう、こいつは。なかなかね、子づる出ませんので、もしかしたらね、もう細すぎるので栄養の吸い上げも厳しいのかもしれないなとも思います。よしよし、うわ、さっぱり。1、2、3、ゴッド、あれ、キシン、1、2、3、4、ゴッド、おっと、よし、1、2、3、4と、よし、これはいいか。3、4、5、6。ちっちゃい木よりもバイバイ。バイバイって。よし。
てってってんと。でもどこがいいんだろうな、このスペースがない距離って。鶴おろし一択だと思うんですよね。なのでね、ここにソーラー持ってきたんですよね。適心じゃないよな。でもね、そう思えばね、まあ、へりくつのように前も言ったかね、細い畝にして5ベッドぐらい作ってね、一ホロ、それをつるおろしで回していけば、だから私の栽培対策の最大化とはちょっと別の真逆の考えというかね、なんだろうな、栽培密度の最大化か。ああ、そうすればね、かなり取れるのかな、どうなんだろう。日当たりとかも相対的に悪くなるし、なんかいいとは言い切れなさそうな気がしますが、気になるな。ただもううねた敵からなんからね、変えないといけないので、まあ、そこまでするとしたら還暦でもいいかもですね。普通の6馬力ぐらいの家庭菜園で使うような、それでね、なんか抵抗棒を、抵抗棒させば畝が立つんでしたっけ、両上げになるような、なんかありますよね。なんだっけ、久保田で言えば TRS シリーズとか。よいしょ、面白そうだなとか思ったらね、面白そうだなと思ったらやらないとね、いけないんですけどね、ちょっとね、めんどくさいが勝っちゃいますね、今回のは。いやー、何せね、管理が追いついてないのでね、その上に管理作業が増えることをしようと思うとね、どうなんだろう、やっぱり密植しすぎはいけないかな。米もだって粗食にして収量ね、まあ変わらない、逆に増えるとか、そんな感じですが、私もね、米完全にもう今粗食ですけれども、そこの効果を実感しておりますけれども、このハウス栽培でその私逆を言ってるんですよね。まあハウスは手をかけてなんぼだと思ってるんで別にいいんですけれども、米はね、手をかけずに面積を増やすことが一番収量増につながると思っておりますが、コスパのいいというかね、簡単に収量増やすならという意味ですよ。よっしゃと、はい、そんな感じで、よし、2つずつなんとか全部ね、下っ端を取りました。おっと、かなりすっきりしたと思います。やっぱり下っ端があるとね、もちろんこれから緩やかに成長はしていくでしょうから、このね、下っ端を、あ、これついてるから早めに取れてよかった。で、こいつらも同じように2本出しのつるおろしでやっていこうかなと思っております。管理が間に合ってないのでね、はい、もう20に、巻き込まれておりました。20というのは20ビニールですね。よしと、洗濯バサミは先に設置して、よし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 、いやー楽しみだな、まあ、唯一のね、ちょっとお遊びゾーンなのでね、ここはね、どうなるか。でも本当思いました、これね、病気用に取ってたんですけれども、結局後でこのように使うぐらいなら、もうなんだろう、病気の植え替えはもう諦めて、まあ、私もね、今年3本か、言って3本しかならなかったんですよね。これ鳴るときはかなり鳴るんですよね、避けられないような感じなので、なるんですけど、まあもうそれを織り込んで、結局あまりない植えても、なんていうかな、このようにね、成長がたかが知れてるんですよね。
それを思うともう最初からここに、そうなんだろうな、見合い分として一ベッド作っちゃって植えた方が結果的な収量としてはね増えるのかなと思いました。29ベッドがね30ベッドになれば、なんだ30分の1、まあ、3% ね、栽培する本数は 3% 増えますので、まあ本数増やしたからといってね、さっきのお米の話じゃないですけれども収量増になるかとはまあわからないですけど、まあ今このタイミングで売るよりは確実にいいと思うんですよね。なのでちょっと来年はねそういった取り組みと、あとはもう畝を増やすんだから、やっぱりちょっとこの栽培対策の最大化とハイブリッド摘心、これのねやり方をね考えないとなと、まあ私の考えとしては今ちょっともう栽培対策の最大化をちょっと削ろうかなと思っております。もちろんいい取り組みではあるんですけれどもね、私もいいことをやってると自信は持ってるんですが、やっぱりハウス全面に適用しようとするとちょっとね、ちょっとうじゃうじゃなりすぎるなと、このようにもうそれよりはねこれを抑えてもっとつるおろしの方に力を入れた方が後々の収量としてはね大差ない、もしくはもうつるおろしをしっかりした方が持久力確実に伸びますので、まあまあこれもいいところあるんですよ。一番上まで摘心栽培してる頃からですね、その分一番上まで収量は増えるんですけれども、まあ、ねえ大体2400、500本植えてるので、この一番上の段でまあなんだろうな、まあ、両側合わせてまあ4本取れたとしても1万本分、ね、はまあそれが全部収品になるとは言えませんけれども、まあ箱で言えばね単純計算すれば1万本、50だから200箱か、大体200ケース分、そう思えばね、まあ、単純計算ですよ、絶対そうはいきませんので、規格外も出ますし、あの流れたりもしますしね、はい、なので一概には言えないですけど、そういうね計算もできなくはないので栽培対策の最大化いいんですけれども、やっぱり一番いけないのがあれだな、私じゃないと管理が難しいというのがね一番のネックポイントでした。ちょっと私が疲れちゃいました。届かないね、この高さでやるんで2メーター以上あるだろうな、まあ、2メーターちょい、私はこう普通に届きますけれどもね、まあ祖父母妻、ね、厳しいでしょうからね。そう思うともうねここの一ベッドをしっかり作った方がまあなんだろうな効率はいいのかなと思いました。やっぱりね肝はハイブリッド摘心だと思ってるので、収量増のまだね今日ショート動画でお伝えした通り摘心のね収穫がまだ中の下段なので、はい、まだまだ摘心栽培してるところで取れるんですけれども、あのね寒くなったらね急に流れたりね、ほんとね突如ねそのねあれ取れないぞっていうのがねやってきますのでね、あここはもう2つつけてるか、まあ、それがね来ないうちに来る前に手を打とう打ちたいっていうのがね今年のねこのハイブリッド摘心の大きな大きなね目標目的でもありますので、やっぱりこれつけとこう、取られちゃいそうシーンを、よいしょ、まあ、でも今シーズンねしっかりこの私の定めたテーマをしっかりこなしてできる限りこなして
で経過を見て去年と比較して良かったか悪かったか、まあいろんな天気とかいろんな要素もありますけれども、どうだったか、それを踏まえてまたねノートに書き記して、で来年にねつなげて、はい、もう今まだ来年のこと言うの早いですけれども、まあ今年もちろん頑張りますが、はい、とりあえずねデータをたくさん取らないとね、まあ、だからといってセンサーをいっぱい置いてるわけじゃないんですけどね、まあ私が思った所感でいいですので、しっかり記して、そして来年もっと取れるように頑張ろうと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、このキュウリできるのかねと疑問に思った方も、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。